辻裏とは、日本で行われた占いの一種である。元々の辻裏は、夕方に辻に立って、通りすがりの人々が話す、言葉の内容をもとに占うものであった。この辻裏は、万葉集などの古典にも登場する。類似のものに、橋のたもとに立って占う橋裏がある。夕方に行うことから、夕占いとも言う。 偶然そこを通った人々の言葉を神の託船と考えたのである。辻は人だけでなく神も通る場所であり、橋は異界との境をなすと考えられていた。京都、一条堀川の戻り橋は橋裏の名所でもあった。後の室町時代以降の確認実書においては、同様に辻や橋本の往来の風文が集まる、ところ都市情報活動の情報源とすべく、 巨無像、山伏、行商人、不老者、辻浦などに噴死常駐した。大阪府東大阪市の氷炭山稲荷神社で今も、行われる辻浦は、通りすがりの人の言葉ではなく、その人の性別、服装、持ち物、同行の人の有無、その人が向かった方角などから吉凶を判断する。まず三口で1から3の数字を出し、鳥居の前に立って、 例えば、みくじで紅が出れば二番目に通った人の姿、などを記録する。その内容をもとに宮司が真意を伺うのである。江戸時代には、辻に子供が立って、みくじを売るようになり、これも辻浦と呼んだ。前述の辻浦とは独立に発生したもので、直接の関係はない。さらに、辻浦で売られるようなみくじをせんべいに入れた、辻浦せんべいが作られ、これのことも、 辻浦と呼んだ。石川県の金沢市には正月に色とりどりの辻浦せんべいを縁起物として家族で楽しむ風習があり、現在も和菓子店における辻浦の制作風景は年末恒例の風物詩となっている。辻浦せんべいを焼く様子。模擬を送金正規弾。三辺下の牧師の打線下編。他より、占いの紙が入った辻浦菓子には、辻浦せんべい。 辻浦昆布、辻浦豆、辻浦んと刀などがあった。こうした占い付き菓子は、飲酒や娯楽、夜の街と関係が深く、19世紀半ばに書かれた森沙満万光や、同時代のためなが春水の春のは格差に、宴会や吉原の議論で辻浦菓子を楽しむ描写が登場する。明治、大正期には、辻浦売りと呼ばれる行商人が花町などで、 辻浦菓子を売り歩き、昭和に入っても、料亭やカフェなどで、辻浦菓子は、酒の合間の娯楽的な菓子として流通した。京都の京阪伏見稲荷駅周辺では、年間を通じて、辻浦せんべいを販売している店が現存する。ありがとうございます。